こんにちは、恋愛バンドです。今日もやっていきたいと思いますよろしくお願いしますえー、今日もねやってね婚活についてやっていこうと思うんですけど今日は7月7月の、まあ、僕の戦略というかねえー、いつもやってる7月のね、えー、戦略についてお話したいと思いますよろしくお願いしますまあ7月に入ってねまだあんまり日が経ってないんだけどなんかノアラとかもうすでにねいっぱい申し込んでるみたいなんだけどちょっと 異常かなって思いますで、まあ、7月の戦略をまず話してそこからね、えー、行動にしたいと思うんだけど、まあ、今回僕はね、まあ、どういう戦略に行こうかちょっと結構,結構考えたんですよもう今までいろんなね、えー、戦略立ててきました僕は学歴高いからね、えー、学歴高い女性に申し込むとかね、えー、大学院卒の、ね、女性に申し込むとかあとまあ専門が まあ医学部の大学院出てるからね、えー、看護師の女性に申し込むとか、あと、まあいろんな戦略を今までやってきました。まあその、それはね、過去の動画見てもらったらいいんですが、今日はね、7月ってことで、うん、どうしようか、結構ね、悩んだんですよ。本当に悩んで、うん、悩んだんだんだけど、まあね、今回は、大学院卒の女性、もしくは、年収450万以上、 まあ、400万でもギリギリいいけど、まあ、年収400万か、まあ、450万以上の女性、もしくは、大学院卒の女性に申し込む。そういう戦略でいきます。よろしくお願いします。で、えー、っとね、なんでね、いや、お前、お前、高望みしてるだろう、みたいな思われるかもしれないんだけど、いや、あの、僕一応学歴高いんで、あの、許してください。それは本当に許してください。あ、の、<laughs> すいません。 大学院卒の女性に申し込むもしくは、まあ、年収の高い女性に申し込むっていう作戦でいきます。で結構ねあの東京はね東京の女性って年収が低いあのなんだろう 50,、えー、50万とか100万ぐらいからピンからあの上はね、えーまあ、5600万までね東京ってこうなんだろう差が激しいんですよ。だけど横浜ととかになると 神奈川になると結構ね。女性の年収ってめっちゃ低い人いないですね。婚活市場にね。あの婚活市場にあんまりいないんでそのなんだろう。だいたいね200から300 300から400400 400から500。この層に収まってますね。で、まあ結構ね。400以上っていっぱいいるんですよ。もちろんね。200とか300から300とかもいっぱいいるけど。 うん、個人的な感覚では結構ね、400以上の女性多いですね。うん、だから、男女差がないんですよ。給料に男女差がないんで、うんまあ、そういう意味ではいいかなとは思います。うん、結構一番多い、そのなんだろうな、あの普通層、普通層ね、僕から言えばまあ普通層なんだけど、えー、の女性に申し込もうかなと。だから、顔とかはね、全く見てないです。 <laughs> 全く見ないで行こうかなと思ってるんですけど、顔はあんまりね、重視じゃなくて、ただ年収に単にね、450以上あるかとかね、えーまあ、大学院出てるかとか、別に大学院出てる女性にそこまで顔を求めないじゃないですか。皆さん求めますまあ僕は求めませんね。うん。なので、まあ、そういう意味では結構優しい方かなと思います。まあね、僕みたいになんか学歴高い人になると、やっぱりね、最低でも総計 出てないいいいとと、だ結構っぱるんですよ。これね、僕はまだその普,通普通の庶民感覚なんですよ僕は全然庶民感覚で普通の庶民感覚なんですけど僕みたいにこうまあ総計クラス以上のねあのレベルの大学の大学院出てるとえ女性に求めるレベルってやっぱり総計最低でも総計以上でだよねみたいになっちゃうんですよみんなだけど僕は庶民感覚なんで安心してください 庶民派なんでだからまあそういう意味でねうんあんまり別にそこまで女性の学歴にこだわってないんだけどただマッチングするかしないかで言うとやっぱり学歴高い人の方がマッチングしやすいかなと思って今回ね一応ね今回も入れさせてもらってます、えー。なので7月の戦略としては何度も言いますけど年収の高い比較的年収の高い女性もしくは、えー、大学院卒か。 どちらかにさせていただきますまあ今までね低1回だけ低スペックオーナー年収100万ぐらいであと何田舎実家暮らしの人と会ったんだけどまあね会わないですねしかもなんか2年生の短大とかだったんで会、まあ、わないんでぶっちゃけ話も何もそういう意味ではねやっぱりまあ最低でもねうん大学に出てる女性の方がいいかなと。 <laughs> まあどころ大学院かわかんないけど、まあ、僕はかなり横浜の中でも相当高いレベルになるんであんまり僕以上の人はいないですねっていうか僕以上のレベルの人あんまりいないんであのまあ僕は婚活市場では高い方だと思いますねし横浜ではねうんなのでなかなかね総計クラス以上の大学院卒ってあんまりいないですねなので まあそういう意味では、そのクラスはあんまりいないんでね、うん、まあ、どうなんだろうな、いても地方、地方国立大とかね、まあ、地方の田舎の大学の国立はたまにいるかな、でもほとんどいないね、大学院卒の女性がほとんどいないんで、まあ、そういう意味では、まあ、あの婚活に困ってるんじゃないかなというふうに思います。はい でまあ、これからもね、えー、できる限り早くね結果をね、えー、発表したいと思います。たまにね、あの僕の動画上げてないと、あの、えー、早くあなたの動画上げなさいみたいな、女性女性と思われる人たちからいっぱいねあの、来るんですよ。早くあなたの動画上げなさいとか言って。<laughs> いやいやいや、僕、別にそこまでなんか知恵して、遅延してないんだけど、別にそのなんだろうな。 うん、その別にそこまで遅延してないんだけど、あの早くあげなさいとか言ってくるんで、もう早くあげます。ってことで、えー、とこれがまあ7月のね、えーまあ、戦略になります。えー、これからもね頑張っていきますので、よろしくお願いします。婚活とかね投資系 YouTuber もやってますので、ぜひそういうの興味あったらねよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。